にちは、かっちゃんです。ぴゃん。ということで今日は、先日インスタに海外の方からコメントいただいたんですけど、へーけちゃん、やべるー、ちゃんやちゃんとみゃみゃちゃん、まめちゃん、このリンクが載ってるんですけど、韓国の屋台のトースト屋さんってすごく YouTube に動画が上がってて、私も実際に作ってみたいなと思ってたんですけど、すごく人気があるみたいなので、今日はそれっぽく再現しながら韓国の屋台風トーストサンドを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。マヨネーズ大さじ1に、レモン果汁小さじ1/2、砂糖小さじ1/2を混ぜ合わせ、スイートレモンマヨネーズを作っておきます。キャベツ1枚を千切りし、玉ねぎ1/4は皮を剥いて薄切りします。人参1/6は皮を剥いて縦方向に薄く切ったら千切りし、細ネギ2本を5ミリ幅程度に輪切りしたら、卵3個に塩少々、マヨネーズ小さじ1を加え、卵を溶きほぐしながら混ぜたら、キャベツ以外の切っておいた野菜を加え混ぜていきます。卵と野菜を混ぜ終えたら、ホットプレートにバターを入れて、ホットプレートを温めながらバターを溶かしたら、食パンを焼いていきます。今日パンは5枚切りのものを使用していきます。6枚切りか5枚切りか、お好きな厚さのものを使ってみてください。ではバターを染み込んで、ほんのり焼き色がついたら取り出していきます。4枚のパンに片面焼き色をつけたら、油がなくなってきた際はその都度バターを足してください。合わせておいた野菜と卵液を加えて焼いていきます。こんな感じで大体パンの形に合わせて焼いてみてください。はい、では卵が固まってきたら、今回2個分なので半分に切って裏返していきます。修正修正。はい、では卵が焼き上がってきたら、パンの焼き目をつけた面にスイートレモンマヨネーズを半量塗って、卵の上にのせたら、裏返して、今返した面はまだ焼いてないのでバターを入れながらこちらも焼き色をつけていきます。はい、では卵を返してパンを焼いてる間に、卵の上にスライスチーズをのせていきます。これもたっぷりのせたいので今回2枚入れていきます。チーズをのせたら、上にロースハムをのせていきます。ハムをのせたら、上に千切りしたキャベツをたっぷりのせていきます。キャベツをのせたら、上にケチャップをかけていきます。ケチャップをかけたら、もう1枚のパンの焼いた面を内側にくるあーように乗せていきます。はい、ではパンを乗せたら、多分ね、これでちょうどそこにカリッと焼き色がついてきてるので、もう一度パンを裏返して、とどめのバター、もう一度バターを溶かしながら、この焼いてない面に焼き色をつけていきます。
べやすい大きさに切っていきましょう。こんな感じに出来上がってます。はい、ではこんな感じでホットプレートで作る韓国の屋台風トーストの完成です。はい、じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回はリクエストいただいた韓国風屋台トーストを作ってみました。それでは本日はピリクルピーチで乾杯。乾杯。くー、乳酸菌。じゃあ早速いただきましょう。私も YouTube で屋台の動画を見るの好きで、台湾とか韓国とかインドとかいろいろ見るんですけど、この屋台トーストすごく人気あるみたいで、私も動画でよく見てたので今回はそれっぽく作ってみました。いただきます。ヤンニョン。あ、うまい。うん、韓国の屋台でもバターをすごくたっぷり使ってるんですけど、たっぷりホットプレートにバターを溶かして、そこでパンをカリッと焼き上げることによって、表面はカリッとしながらパンに染み込んだバターの風味がふわっと香る、すごく美味しいトーストサンドに仕上がってます。で、中の具材もいろんなものがあるんですけど、私はすごくオムレツのやつが美味しそうで、オムレツも卵だけじゃなくてたっぷり野菜を入れたようなオムレツを大きめに焼いて、あとはそこに焼き目をつけたパンを乗せて裏返したりしながらカリッと表面を焼くことで、ホットプレート一つですごく簡単に美味しく作れると思います。ホットプレートで作ると本当一気にいっぱい焼けるので、結構食べ応えもあるようなトーストなので、朝ごはん以外にもお昼とかにホットプレートでみんなで作って食べても美味しく食べられると思います。でもし今ホットプレートがない場合は、フライパンでバター溶かしながら同じような同じ工程でぜひ作ってみてください。ほんとたっぷりのバターで揚げ焼きみたいな感じなので、耳のところとかもすごいサクサクですね。で、卵液に混ぜる野菜は火を通してるんですけど、キャベツとかは後から乗せてちょっと裏返して火を通すくらいで、シャキシャキ感を残すとより美味しく仕上がると思います。で、あとはなんか韓国トーストの特徴である、ちょっとこう甘酸っぱいというか、マヨネーズにこう砂糖が入ってたりとか、前もねモンテクリストとか作った時に塩気があるもんなんですけど、ジャムが塗ってあったりとか、そういうのがすごく特徴的だと思うので、今回はマヨネーズにレモン果汁と砂糖を加えることによって屋台っぽい味に仕上がると思います。なんか本家のやつはマヨネーズにキウイジャムが混ぜたりしてあったりするもの多いみたいなんですけど、今回みたいな感じでレモンと砂糖を混ぜたりとか、オレンジマーマレードとかも意外にマヨネーズに合うので、マーマレードある方はマーマレードとかで代用して作っても美味しく仕上がると思います。あとはまあオムレツなんで、やっぱケチャップ合いますね。このキャベツの上にかけたケチャップが全体のね味をまとめてくれて、しっかりした味付けになってます。結構朝ごはんとかだったらこれ半分で1人くらいでもね、ボリューム結構ある感じですね。うん、はい、ということで今日は韓国風屋台トーストを作ってみた動画でした。たっぷりのバターで焼き上げた食パンが、外側がカリッとバターの風味がしっかりと効いた味で、たっぷりの野菜を入れたオムレツと、少し甘みをつけたようなマヨネーズとケチャップがよく合った、すごく美味しいレシピだと思います。
ほんとね、少量だったらフライパンとかで作ってもいいですし、結構みんなでこうワイワイね食べるような感じだったら、ホットプレートで一気に作ってもすごく美味しく食べられると思いますので、気になる人で作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ。トースト別名バターパン。